開業時から使用されていた1 0 0系を置き換えるために登場した電車。2002年から2009年にかけて2両編成20本40両全車が日本車両製造で製造された。東海旅客鉄道の3 1 3系と共通部品を使い製造コストを抑えている。このため外装、内装において同系と類似点が多いのが特徴である。 制御電動車2100型と制御付随車2200型で2両編成を組む。車両番号の下2桁は編成番号の数字と同一である。機器構成は3 1 3系3 0 0番台をベースとしており、発電ブレーキは搭載されていない。軌道加速度は時速 2.6kmS とされている。20本のうち4本は、 陶器の河川仕事利用としてパンタグラフを2機備えている。外装のカラーリングは一般公募によって選ばれたデザインを元にしている。太さの異なる5本の緑色の線で沿線の豊かな自然を左右非対称の毛筆調の帯で都市の力強さを表現した大胆なデザインである。前面では種別。 行き先表示部分にまで拡大した大型のガラスを採用し、足の世代の部分が小型化されるなど、313K とは違う個性をアピールしている。また、所属を示す愛の文字もアクセントである。内装は 313K3000 バ台より、若干広いセミクロスシートで、ワンマン運転に対応できる構造になっているものの、運賃箱や、 整理券発行機等の装備はない。車内カラースキームが、アースカラー、自動放送装置、シート端部の大型の仕切り板、LED 式旅客案内表示器が自撮り配置、蛍光灯のカバー省略、釣り革の三角化といった点が3 1 3系とは異なる。自動放送は1 0 0系とは異なり音声合成装置となった。また、日本語は三浦七尾市。 英語はクリステル・チアリが担当している。イベント使用者として G30 番台の編成が3本在籍しているが、普段は通常仕様の車両と共通の運用が組まれている。イベント使用者は着脱式のテーブル、カラオケ用のコンセントなどを備えている。過去には坊主車性スピーカーや空気清浄機なども備えられていたが、 いずれも撤去されている2002年から製造され、最初の公衆輸送は2002年12月19日。営業運転開始は、翌2003年3月14日のダイヤ改正からである。以降、2005年までに2両編成16本が落成している。同年の愛、地球博終了後に、100系との置き換えが完了して、 愛知環状鉄道が所有するすべての旅客用車両が2000系となった。ラッシュ時を中心に日本を連結した4両編成で運用されるが、一部の列車は2両編成のまま非常に混雑した状態で輸送せざるを得ない状況にあり、2008年には新豊田駅三河豊田駅間の複線化による両駅間のシャトル便の新設を控えていたことから、 2007年度に2両、編成2本が追加投入された。この編成では、吊り革が三角型に、トイレ前の一人掛けシートが廃止された。一方、同時期に製造された313系3次、投入者に見られる、フルカラー LED 式種別、行き先表示器や HID 式前消灯などへの変更はない。 ATSPT 機器の取り付けは2012年までに完了している。2009年3月14日のダイヤ改正時には2両編成2本が増備された。従来の車両から仕様が大幅に変更され、車体や機器が 313K ベースであることに変更はないものの、座席はセミクロスシートからロングシートへと変更された。外反塗色は 緑の左右非対称の帯から、愛知環状鉄道のコーポレートカラーである青色の帯が配されたものとなっている。なお、G51、G52 編成は、当初より ATSPT を搭載しており、重要部検査と全般検査の車両回送では、検査車両を中間に挟んだ状態で、JR 中央線を JR 東海名古屋工場まで回送運行する。 前述のシャトルには G51G52 編成のどちらか1本が必ず当てられ残る1本は他編成と共通に運用される。公衆輸送の際は日本車両とヨカワ製作所とヨカワ駅とヨハシ駅、岡崎駅北のマスツ駅のルートで搬入された。第1次輸送車のうち G31G33 の編成は輸送時点ではそれぞれ G12, G14 を名乗っており、後に編成番号のみ改められた。第7次輸送車の G51, G52 編成は、全席ロングシート車。ありがとうございます。